何度も大地震に襲われてきた日本。その度に多くの住まいが倒壊しました。いつどこで起こってもおかしくない大地震。その時、あなたの家族と暮らしを守れる住まいとは。テクノストラクチャーは耐震構造を研究する佐藤実氏とともに、地震に強い家づくりをご案内します。地震について知ってください。そしてあなたの住まいづくりにお役立てください。熊本地震で倒れたのはどんな家でしょう。熊本地震をはじめ日本各地で大きな地震が多発しています。これまでの家づくりは実は問題点がたくさんありました。2016年4月に起こった熊本地震。震度7が2度繰り返したこれまでに例のない地震です。実は古い家だけでなく比較的新しい家も数多く倒れました。なぜ家は倒れるのでしょう。これまでに地震で倒れた家たち、調べるといくつかの理由が見えてきました。旧耐震基準の古い家、大きな開口部がたくさんあるなど耐力壁の配置バランスが悪い家、耐力壁の量が足りない家、中には金具不足などの施工ミスも。そして多いのはこんな倒れ方、2階の重みに耐えきれず1階から壊れてしまう例です。 CG で見てみましょう。地震が発生すると家に力が加わり左右に揺れ始めます。揺れが大きくなるにつれて家への負荷が大きくなり、その負荷に耐えきれなくなって家は倒壊してしまうのです。熊本地震で見えてきたことは、壁の量が足りない、壁の配置バランスが悪い、そんな家が倒れやすい。熊本地震は改めてそう教えてくれました。地震に負けないためにはとにかく必要なところに必要な量の耐力壁をバランスよく配置してください。そしてそれはどうしたらいいかと、答えは構造計算となります。構造計算とは、構造計算とは家の強度を確認する方法。家の強度の確認にはこの構造計算と壁量計算の大きく2つがあります。主に壁の量だけを調べる比較的簡易な壁量計算に対し、壁量、部材、地盤基礎の3つの分野で家に加わるいろいろな力への強さを緻密に計算・検討するのが構造計算です。地震が起きて大きな被害が出ることを考えると、建築士や大工さんの経験や勘ではほとんど役に立ちません。本当に安心できる家を作るならば、科学的に裏付けのある強度確認をして家を作ってください。それには壁の量だけを検討する壁量計算では不十分なんです。家の強度をさまざまな要素から精密に確認できる構造計算を選ばないとダメなんです。きちんと構造計算をせずに壁量計算だけで済ませてしまうのはなぜなのでしょう。木造住宅の場合、構造計算が義務化されているのは3階建て以上か延べ床面積が500平方メートル以上の場合だけ。一般的な木造2階建ての家は壁量計算を行うだけでも良いとされています。そのため一般的な木造住宅の多くで行われているのは壁量計算。しかし壁の必要量を検討するだけの簡易な方法で、使用する部材や建物の土台となる基礎、柱や梁などの確認は不要。それではかなり不安です。本当に安心できるのは構造計算しかないんです。実はこの構造計算、やってない例がたくさんあるんです。それは法律で義務化されてないということです。法律で義務化されてないからイコールやらなくても大丈夫ということにはなりません。そのやってないということが実は
家を建てる人に伝わっていないという問題があります。建築士も住宅会社もきちんとそれを伝えてないということも、それも問題ですね。やっぱり皆さんどうか構造計算をしてください。それからもう一つだけ言います。耐震等級にこだわることです。それも耐震等級3です。この耐震等級にこだわること、これもすごく大切なことになります。耐震等級とは何でしょうか。地震に耐える強さを示すのが耐震等級。聞いたことはありませんか。等級には1から3までランクがあり、耐震等級3が最高の等級です。震度6強の地震で傾いても倒れないことが基準の耐震等級1。つまり震度6強の揺れで家自体に大きな損傷を受けても住人が家に押しつぶされるほどには倒れないというレベルなのです。これでは法律を守っていながら一度の大地震で家族が無事でももう住めないことにもなりかねません。そして実は今回の熊本地震のような震度7の地震が2回起こることは想定されていません。これでは大地震の後の暮らしは守られません。実際熊本地震では等級1の家が多く倒壊、等級2でも2度目の震度7の揺れやその後の大きな余震などにより被害が出ています。事実、熊本地震では震度7の地震が2回起きました。この震度7の地震が2回起きるというのは過去に例がありません。しかし今後これが起きないという保証もありません。ところが耐震等級3の家はこの大きな地震に対して倒壊を免れて被害も軽かったという事実があります。2度の大きな揺れが来ることを考えて今耐震等級3というのに非常に注目が集まっています。大地震への不安が高まる中で今求められる住まいの安心、それに応えるための鍵になるのが構造計算と耐震等級3。そしてそれはまさに確かな工法とともにテクノストラクチャーの家がこだわり続けてきたことに他なりません。構造計算にこだわってください。耐震等級3にこだわってください。そして同じこだわりを持つ住宅会社をパートナーに選んでください。それが一番安心できる家作りとなります。地震に負けない強い家をというテクノストラクチャーの夢、地震に負けない安心できる家をというあなたの夢、今その2つの夢が重なろうとしています。家に加わるいろいろな力への強さを緻密に一棟ごとに計算検討する構造計算と耐震等級3を揺るぎないベースにして、さあご一緒に地震から家族を守る家を、地震から暮らしを守る家を作りましょう。